<laughs> あの今日 YouTube もう一回切れてたんであっほんとに前後であ,わあれ <laughs> あれが悪いの通信,通信がまたなるほどねえー、ブルミさん全く飲めない人ゲコと言うらしいああゲコはいえー、白いマッシキャンディーさんこんばんはいらっしゃいませ <laughs> えーっとー <laughs> はい始めます 時刻は10時を回りました。FM 技能は 79.7MHz でお届けしているのはマスターヒーフみミーの仮想ラジオバーヒーフみミーズバーです。10時台、最初のコーナーはこちら。<laughs> バッカスのこぼれ話このコーナーは昔バーテンだったのは本当なのかって湿地甘くまで聞かれるマスターがお酒に関してのうんちこを語るコーナーです。僕、昔本物のバーテンだったん,だったんです。11点ぐらいやってたんです、那中で。それでこんな格好してるんですけどでも,でも30年前なのでもうカクテル作れません。で、そして今夜のゲストの国吉さんが遺品の整理をしていて高価な物品とかあったりしますか ありますよ現金も出てきますねこの間なんかフェイスブックになって何十万って出てきてました何十万も何百万単位もありますねあっホ、はい、えー、どにそれ以外に現金以外に現金あの金品あのホントにちっちゃい薄っぺらい金があるじゃないですかはいあれも出てきたことがあってあのよくテレビとかにテ,レビでもうテレビでしか見たことないようなどっかに隠してたりするんですかそうそうなんですよベッドの裏とかあ<ー>ベッドの後ろとかなるほどはい で高,価高価なお酒もありたりします高価なお酒僕お酒の銘柄が分からないのであそうか飲まないから分からないのそうなんですよほに分からないですよ分かりました、えー、今夜のこ,このバッカスのこぼれ話では、えー、意外と高価で売れる お酒たちをいくつかご紹介しましょうということなんです。これ、参考にしてください、売れというわけではないですけど、ただ、処分するときに、効果のものって遺族に渡したり、遺族に渡せるものを渡する、その判断は現場ですよね、これは捨ててます。捨ててるだめと。じゃあ、今から言うお酒を覚えてくださいよ。お酒は意外とと高く売るるこができ 異品の一つですこれは遺品整理のところから拾ってきたんです売る、うんね、の前提で話してるんですけども、ねはいえー、お酒好きの人は実際に飲むだけではなくいいお酒をコレクションしていることがあります、はいえー、個人をしのんで残されたお酒を味わうのも一,一興ですがもしお酒を飲まないのであれば専門店に買い取ってもらえると良いでしょうこれはあの <laughs> あの国さんが売るって話ではないですぜひ皆さんに <laughs> 誤解のないようによろしくお願いします。<laughs> えー ギネスさんもいいらっしゃいませ、えー、ワイン、ブランデー、ウイスキーなどの洋酒は、えー、中古市場でも人気が高いので、えー、高値で売れる可能性があります。えー、ワインだと、これ、名前覚えてくださいよ、はい、シャトール・ルパン。シャトール・パン。これ、ワインですね。シャトール・はい、ルパンというワインだと、はいえー、1972年と1990年度産だと約20万。 1>, <laughs> 1本で 1> す<ご>、えー、1982年産で1本50万はくだらないそうですシャンパンで有名なドン・ペリニオンだとプラチナってあのプラチナボトルっていうのがあるんですけどうん、うん、それだと13万から15万の値がつくそうですう未開封でですよもちろん、はい、でブランデーの、えー、ルイ1 3世は 13世は年代によってさまざまなパッケージが存在しそれによって買い取り価格が違うようですがえ現行品で14万から15万1 4万えヘネシー・リシャールならこれも14万から18万えなんと箱だけでも1万円はくだらないそうです箱だけではいおさ洋酒の箱をちょっと捨てる前で確認したほうがいいですねはいえちなみに世界に誇るあと ジャパニーズウイスキー、はい、これ日本のウイスキーって世界5大ウイスキーのうちに選ばれてるんですよ、質がいはい、はい、芸ということで、えー。ジャパニーズウイスキーの余チのシングルモルト、これ聞いたことあるんですよ、余一と。余のシングルモル,トがモルトが約6万、山崎の 25, 25年ものでなんと50万、はい、してから響きの、響きっていうウイスキーの35年ものになると95万の値がついたってことがあります。<ー>そうですちなみに森では こア青リの、えー、今売られている一番高いア森リ調べたら、はいえー、南と酒造の、はいえー、巨大ハブ入りのハブ酒4リッター瓶、はい、25万するそうです、はい、これはもう売った方がいい <laughs> <laughs> 売れないですね <laughs>、えー、とまあ遺、えー、品に値段をつける、えー、下世話なお話になりましたが、えー、何よりも大事なのは亡くなった方を知る方々が 個人の話をすることでみんなの心の中にずっと生き続けることができると僕は信じています、うん、なので遺品の,おな遺品のお酒があるなしに関係なく亡くなられた方への思いは言葉にして思い出を共有することが大事だと思います,す、ねうん、ということで以上バッカスのこぼれ話でした以上ですいい話でいい話いの遺品を売る話したので <laughs> <laughs> だいたい僕らが入るところは酒瓶が転がってますねあ,あ、みんなやっぱり最後お酒飲んで、うん、そうですね 面白いコメント来てる売るか飲むか迷うよね <laughs> <laughs> ギネスさん、山崎は売るか飲むか迷うよねもう、もう高いからね、いただいたら迷うでしょうね、ええええ、ブルミさん、家族にアドバイスしたらいいと思う、ね、うん、あのこういう高いお酒もあるので、調べて処分してくださいよ <laughs> ということでですね、あと沖縄だったら三線とか、うん、高価なものもあったりするそはずなんよ、ね、あので。あの 遺族さん持って帰ります、ね、ああもう見て必要なもの、うん、大事高価なものはと、ね、いうことです。 さあいろんな話を聞きましたって、ブルミさん、ちょっと待ってください、その前に、ね、お酒の話とかね、えー、今、間に来てる方々のコメントも拾っていこうかなと思うんですけど、真白いキャンディーさん、こんばんはいらっしゃいませ、あとは、そっか、こっちら、なりさん、えー、バンチャーは、えー、1時間も遅れちゃったよ、えー、チャタンから仕事で帰ってきました、皆さん、お邪魔します、なりです、はい、いらっしゃいませ、ありがとうございます、ギネスさん、ひふみさん、ゲストのこんばんはと来てます、いらっしゃいませ。 あのー、さっきからフェイスブックスマホ見てるみたいですけど何か連絡事項とか仕事の連絡事項違いますよ違います今日はいエピソードいっぱいあみチェックしてもうもう,もう何ようかなってあもうなんか皆さんに伝えたいこととかってありますか <laughs> 伝えたいことあやっぱりさっきお話しした、うん、あの久しく会ってない方とかもうご両親とかあ<ー>お電話してやっぱりあのー、元気かの一言で一番残念なの身内で悲しの孤独死 あまあ、自死もそうか、自死もそうですね、うん、でも自死ってな、なんとなく予兆があるというか、身内だったり気づいたりするのかなと思うんですけれども。突発的なこともあると思うんですよね、やっぱり離れて住まれてる方とか。 あ和音かおりさんとお話ししたんですけど、うん、ちょっと話それますけど、うん、えっと今日あのうちの娘と今日久しぶりに別に暮らしてるんですけどデートじゃないですけど茶田まであ元部まで、はい、コーヒー飲みに行ったんですよ、はい、でその話の流れで YouTube の話になって、はい、えっと沖縄にスエスさんっていうユタの姉さんがいたこの人面白いって話で動画調べてやったんですけど、うんうん、その中で僕の友達の,あの沖縄侍行って。 M g さんというユーチューバーがいてこのばこっちも一度出てきてもら出てもらったことがあるんですけど、はい、彼と仲良くしてるんですけどその M g さんのあの番組に動画にスユさんという女性あのユータの方が出ててそのあ見たことありますあのなんかタトゥーいっぱいやそうそうそう,そうーー超面白い人で今なんなんで失笑した<笑><笑><笑>あれ何何ししたあれなんなんで失笑したあれ 自死の,、ね、の話からああそうそうで、この人に昔、はい、明智光秀が取り付いてたってあ明智光秀が取り付いてもうさ,っもうさっきしかなくて、うん、小学生の頃って言ってましたっけ、うん、なんか包丁持って誰か殺したくて殺したい少女で、うん、包丁持って誰か殺すつもりで包丁持って歩いてた時期があったらしいんです、うん、彼女自身も。 やっぱり悪霊にもうひどいのがいたら、うん、あの突発的に自分自,自死するさせることもあるらしくて、うん、で今その突発的に自死するっていう話でちょっと思い出したのが今その話をしたので、うん、そういうこともあるのかなとかっていう話からありますよこれすごいお話がありましてええええある建設会社の方がですねはい。 会社これはお城県内たくさんあるお城があそこの解体工事っていうか拡張のそこから少しんか金銀の方が出てきたらしくてでそれを打っちゃったらしいんですああ個人で持ち帰って3名か4名ぐらいであれ上等安さっつってそして その中、お骨も出てきたらしくてこの金品と一緒にお骨は川に捨てたらしくてそよ。で、その4人の方がいて1人の方が突然馬を飼って着物を着てマジでこれ現代の話ですよねもう数年前のお話だそうです僕がお付き合いしてる住職の方から聞いたんですけどこの 馬を乗っても乗ったこともなければ触ったこともない人間が馬を乗って本当に何て言うんですか走り出してそこで後日自首をされたというこの方がもしかするとももしかするとっていうの あります今の話に通じるのかなってなるほどねでカオリーとねカオリーさんと話したのは僕はお顔を見た時に小西さんさだか生まれしてるんかなと思ってタカ生まれしてるんかなと思ってカオリーに聞いたわけカオリーさんに。 さんって、サーダカーねって聞いたから分からない、興味ある聞いといてってど、んなですか、高生まれし自分で感じたりしますありますよ、ある、この仕事やり始めてからですから、もともとっていうわけではなくて、環境がそう、す体が慣れていくみたいな感じなんですかね、今、うちの職員もなりつつあります。はあ、これはいい傾向なんですか悪い傾向ですよ。 何かを訴えてるんですよ、うん、お部屋に入ると、はい、そうすると、まあ、僕なり彼なり、まあ、もう一人気づいてもらえるように何か、どんなことがあったりしますなんか。ええ ああ、そうか。サーダカーってブルミ分かって,って聞いてる。ありがとうね。のは、えー、っとちょっと沖縄の内田口でサーダカーとかタカ生まれっていうんですけど、はい、霊感が強い人のこと言ったりするんですよで霊感強い人って生まれつき強い方もいれば、えー、後日っていうか生きていく中でそういうの感が強くなっていく方もいる多分その部類に入るのかなと、はい、やっぱりじゃ今は自分ではサーダカーって思ったりする。 思うことはないんですけど、うん、ま不思議なことはよくある結構ありますあその例えばじゃあ、ね、部屋に入って何か探してるけど見つからないものを教えてくれたりとかではなく直感なのか教えてくれてるのか出てきたっていうのが知らないすあ若いから知らないのか,そ,っかそれ以外ではなんか例が見えたりとか まあ、まあここ、現場が近くなれば。そろそろ来るかなっていうのは。え、すごいあの。お知らせではないんですけど。うんうん、それは、それはもうよく感じます、ね怖時。怖いとこ、怖,怖いとこ全然。怖ない。あ、また来たみたいな。あ,じあ、じゃ、じゃ、みんなじゃ、やっぱりなんか気持ちが残るんでしょうね。そうねさっきその、さっき言った、すうさんが言ってたように、うん、あの。 生きてる間に全部吐き出してる人というん、要するに言葉を思いを全部叶えるというか、うん、やりたいことができたとかではなくてうん、うん、言いたいことも全部言ってる人は念が残らないやりたかった後悔ばっかりしている人生を送ってる方は念が残りやすいみたいな話してたのでうん、うん、そういういことなんですかねあの高橋さんのお言葉で僕の Facebook の,の言葉にもあるんですけど。はい 真の依頼者は個人様であるっていう言葉があるあああ必ず書いてますね。これは,れ、ね、これはうんそ、やっぱりそうだなと思って、まあ。不動産屋さんなり遺族なりが僕に連絡が来るんですけど、うんうん、本当の依頼してる方はくなった個人だったかなと僕は思ってます、ねうんなな。そうですね。はあ、国吉にしびれとかそんな感じ。<laughs> 今業者ってどれぐらいあるんですか県内に？県ああ。 僕が分かるだけで567とかいますかねへえ<ー>でもこれは10年前に比べ10年前はありました10年前は1社か2社とか3社あったから、ね、国内さんが3つ目ぐらいそうですね僕らが3つ目ぐらいで、うん、最初から1人でやられたんですか僕最初は1人でやってましたで今今フェイスブックに写ってる国内さんと高橋さんと金城さんでした ええ次ぎ馬さんアギマさんう今彼もまた一緒にギマさんはまた別会社ですあ別会社の方今協力してあやったりなるほど振ったり振られたりあなるあなるほどねはいあなるほど大きい現場になると一緒にやろうかってことあ大きい現場って言ったらどんなあそか消毒とか消毒施設の消毒とかなると人で語りないのでそれそうなんですけどやっぱでかい一件やってるんですよあはいありますね本当にお金持ちの方の身内 大きいいいんですけど身内がいないとかはい、はい、これも23人でやるにはちょっときついきついのでなるほどあの短期の素人呼んでさせるよりは知ってる業者同士で分けてやった方が仕事が効率がいい効率もいいし<う>残すものはもう,もう大体もう把握してるんであそうですよね,うすね、はい、知らない人やっとって こにゃんさん、こんにゃんさん、これどうするの、あすのそんなんそっち聞か仕事になるないまさにそうです。<laughs> それよりは知ってる人に全部任せて、はい、あじゃあでで、もう信頼関係があるから、そ,うですその辺も大丈夫。あなるほどね。そうです、そうです。そういうまあ協力会社みたいな感じなんですね。はいはい、お互いに協力会社でってことで。なるほど。上原一郎さん、えー、おはこんばんちはマイクロジャクソンを間近で見たことがあるものです。高校の時に友達の母親が大学病院の不調をしていて、えー、金になるバイトがあると言われ、友達とバイトした。 がご遺体を洗うバイトでした。えー、注意されたのは、かわいそうにとを言うかわいうにと言うことはダメだと言われました。言うのはダメだと言われました。というのは二回書いてます。これなくなられたから聞こえるって言いますよね。うんうんうん。そうですね。えっと二十え四十八時間聞こえてるっていうふうに僕昔聞いたことがあるんですけど、えーえー、聞いたことあります。いやいやないですね。時間。だからえっと亡くなって悪口言うな。 死んだ人を聞いているよっていうことを言われたことがあったりとかうん、うん、多分そういうことだじゃないかなと思うんですけども、うん、そっかでも国吉さんのところは遺体亡くなを運んだ後の清掃とかなんで,うですねあとその孤独死、自死以外にフェイスブックで僕見たのが自殺未遂、うん、あれ切腹,切腹、はい、ですよね。はい、武士のやり方みたいな こ,のこれも不動産屋さんに確認したら、うん、あのお腹を毎一文字っていうんですか、はい、これで切って少し内臓が出てたらしくてこの方未遂っていうこと亡くなられてないってこと生きてるんですよですお腹を切った後にこに首いってるんですよ、うん、もうこれで完全に完全に武士ですよねそうなんですよで病院 お見舞い行ったらしくてじゃ行く時に「どっか山とか行かなかったお城とか行かんかったね」って聞いてごらんうん。言ったんですあい。邦さんの方から聞かした不動産で聞いてごらん行ったかもしれないっていう返答が本人何となくもうじゃ覚えてない覚えてないらしいですねああじゃあそういうところ行ってそういうのが乗り移ってさっきの秋津光秀の話じゃないけどああ壮絶でしたね話聞いたら。 一番びっくりしたのは隣の方じゃないですかね隣の方にもう痛くて助けを求めたらしいのでどんどんどん痛いように助けて開けて開けてしてで開けた結局は、うん、あの開けなかったらしいんですよあの聞こえてたらしいんですけどあ隣の方は、うん、でも下の方が気づいて<う>あの救急車呼んだらしくてですね、はあ、じゃあ部屋入ったんですかね、はい、下の方は、えー どうでか <laughs> 分かんすから。かんないですね <laughs>、はいあ。そんなことする人いるんですね。えー、これなんでこんざきに可能性。うーんカブーオーイさんっていう方今リスナーさんで今コメントしてるんですけどこの方目が見えなくて。はい <あ>音声入力なんですよ、なので彼のコメントね、うん、結構、あの文字化けして読めなかったりするんですけど、うんうん、今ちょっと今読んでるの分からなかったり、今の人がその痛みに耐えきれるとは全く考えなかったな、うんうん、あーでも、たぶん、普通の精神状態では、まず無理ですよね、そうですね、すいやー、壮絶だで、やっぱり血液、すごかった、血液、あのもうお部屋の中そうなんですけど、うん、廊下まで。うん もう血液がバーッとよく生きてましたねそうなんですよいやすごいな、はい、であとその自害自死事故殺人現場はい事件の後とかもやりますね殺人現場だともう,う23年前に、はい、この下のところでこ,こっちあ<の>あ言今ない方がいいかもしれないです あそうですそこも入りましたたひどかかっですそこはですねあの職場の方たちが片付けてくれたんですよこの現場を被害者の方被害者の職場の方がきれいにしてくれたんですけど不動産屋さんとかこの。 お友達の方も僕らの職業があるっていうことが知らなくてあなるほど自分たちでやらないといけないっていう感じでもお部屋の中を掃除してきれ、はい綺麗にはなってたんですけど、まあ、僕らはその残った遺品とかを片付けて、うん、やっぱり血液も残ってたので。うん これもにして普通僕たちが血液を掃除するって考えたら普通で石鹸で落とすぐらいしか想像できないんですやっぱり特殊なのがあるんですね。でそれでさっき言った免許証を出してそれはもう今使ってないですああ今度はまた別のいいやつがあるので機械で安全なやつがあるのでああなるほど劇薬ではないのが劇薬ではないのがなるほどそっか。 お話聞いたら壮絶だったので。うん、大変でした。怖いですよね。本音<お>の考えると。うん、話細かい話聞いたらもう。大変でした。大変ですね。はい、なるほど。そっか。どうしましょうか。<laughs> メールの方行きましょうか。<laughs> ちょっとね、今日メール少ないんですよ。皆さん、まだ、あの、皆さん、あの、これ、今日はね。 あのすごい話してますけどテーマが準備ということ準備の話もメールお願いしますちょっと雰囲気変えましょうメールをね去年ね実はある方がメール来てるので,であえて没にしようかなと思って読みましょうね <laughs> <laughs>、えー、こんばんはひふみさんの女性のアプローチとアグレッシブさには毎回脱帽している、えー、末端冷え症男です ああこの方皆さんがよく知ってる方なんですけどあの僕今の文章だけ読むと僕が相当スケベみたいに感じると思うんですけど <laughs> 自分の番組のゲストさんを呼ぶために、はいはい、他の番組とか僕がこねたリスナーさんみたいに見ててはい、はい、ゲストさんいたらすぐ僕の番組に出てくださいってこのツイキャスでコメントしてナンパするんですよ。それを言っっててるんですすね綺麗、はい、な,な女性にはすぐ行くっていう 綺麗な方がいいでしょ <laughs> <laughs> してから2テーマ、えー、日頃から何事においても例えば仕事、えー、接待飲み会デートちょめちょめなど、えー、準備は欠かせないんだけどさヤシが必ず何か抜けるわけよ仕事でもケーブル1本足りないとかもうケーブル1本足りない仕事されてる方です皆さんがご存知の <laughs> こちらのね <laughs> とかデートのお店の定休日調べ忘れるとかちょめちょめの話はないでしょうと。 来てますね、えー、その性格昔からだからなおはずねじゃあ最後まで楽しんでね冷え見かちひひごみっていうことあの仕事の仕事の段取りでやっぱり準備するものっていうのは今七つ道具みたいなのってあります七つ道具やっぱりありますよやっぱり一番大事なのはバールですね、うん、バールバールはもう体液が染み込んだ床はもう壊さないといけないので、はい、それとあとも洗剤とかはい 何十種類るんで洗剤もこの現場に応じてちょっとうん。消毒する素材とあとはそのあとは脱臭器も必要ですああ脱臭器脱臭機はゾンですなるほどでっかいんですか人間が吸い込むと本当に器官やられるぐらい強烈な匂いなのでこれ匂いが器官がやられるってどうなるんですか呼吸困難呼困難になりますきつくて あの匂いがひどい匂いもひどいしこのなんていうんですかねやっぱり金金が金を殺すまあゴキブリも目の前に置いてれば真っ白くなるぐらい強力,、はい、強力なんですよこの脱臭機が脱臭機の前にゴキブリをポンと置くと実験で僕やったんですけど、うんうん、白くなるんですか翌日真っ白になってましたは <laughs> やばいなで強力な脱臭機を持っていて で、これを洗剤、バール、脱臭機、あと何がありますか。あとは。こんなんっすか。やる気ですかねあと手袋とマスク。と防護服も,、はい、も,護服も一人です。防護服はやっぱりこの遺体があった、部屋に入るときは防護服、完全防護服しないと、うん。そうですね。やっぱりいろんなのが。付着したりするので。服着したことあります。 付着してると思います、毎回。あ、なるほど。もう体が慣れてるというか。はい、病気もしないですね。病気する方もいらっしゃる。あの、一番わかりやすいのは血膜炎なりますね。あ、はい。目に、一番目目にすぐ行きやすいんで。じゃ、なれ、なれ、なれるまでは、なんか、そういう、ゴーグルみたいな。ゴーグルやって、マスクしてっていうか。なるほど。はあ。 すごいあれですねま窓開けて空気換気指令という話じゃないんですよ、ね、あ,そうです、ね、あ逆に開け,です開けたらダメなんです開けないですもうめもう密閉しめきって目張りとかしたりはしませんそこまではしない、うん、目張りはしないですあの<ん>開けてしまうと隣近所にまた匂いが匂いがいってクレームになる対象じゃ,じゃあダッシュウォールまでは開きしめも最小限でしないです逆に 時間もわざとずらしていきますねあのあ皆さんが人が行動しない時間って大体8時創業とかあると思うんです僕ら逆にあえて10時とか帰りは4時5時とかあ<ー>帰宅時間を避けるとかと出勤時間を避けるとか人の目に人の目に,人目につかないように,ように、はい、なるほど、はい、それはやっぱり噂じゃないけど。 アパートとかだと知らない方もいらっしゃるので何があったかわからない方がなるほど知ってる方は知ってるんですけど、うん、あブルーミーさん夏はやばいですねやっぱり夏はきついです暑いですよね暑いですこの沖縄の,この気温プラス締め切って僕はクーラーはつけないですなんでと臭いが今度外に行くんですよエアコンの やっっぱり、がてるんですそじゃあだめなのかきついですねじゃあ40度50度で締め切って防護服でまたサウナ状態でサウナ状態ですはあ水分いっぱい取って水分はもう定期的に30分に1回とか出てもう個人に任せてますねあみんな無理するなよということできつくなったら出なさいってことです そう大変な仕事ですね。大変ではありますね。ちなみに給料とかっていうかそのあの代金とかっていうのは高かったりするんですか。うん、あのお給料ですか。お給料というか収入というか。ほんの少しぐらいじゃないですか。普通のまあ同年代で例えば、はい、えっと今おいくつでしたっけ。僕今年五十になります。五十で会社経営してて、はいはい、他の。 他の50代、50ぐらい、40代後半の人たちの、会社経営してる人たちの社長さんと同じぐらい。はい、いや、僕ら、そんなにも,もらってないですよ、あのー、なるほどこの作業代っていうのも、高く取ってもいけないとも僕、思ってて、はいで、やっぱり沖縄県民所得を考えると、うん、設定が、もう設定がもうちょっと低いと思うので、逆に。はい その個人で受け行政からは金額行政はですねまた、うん、あの決まってる相見積もりで安いところってなるのでああ<ー>そうなんですよなるほど、うんえー、そういうのってこう厚労省とか警察庁とかからの補助はない出ないのって聞いてす出ないですね。なるほど、うん、そっかじゃあねきないようにえて手間に 手間にえ何て言うんですか、内容よりも給料安いって感じる方もいる、やっぱりやりがいですか、やりがいじゃないですか、もうやらないといけない、僕らがやらないといけないなっていうのがあると思うんで、んでこの人を、はい、これはやっぱりあの、亡くなられた方に対する思いで全部動いてるとそうですね、はい、家族、遺族の方に対しても。なん、はあ、でそこまでそういう気持ちになったりするんですか。いや <laughs> <も>理由分からないけど気持ちがそうなってるそう,そうなってますねはいあそうだ聞くのは邦たん邦さんご結婚ははいされてます、はい、子供は子供三3名いますも大きいですか大きい上が今今,今度卒業してね高校卒業です、ね、ああ下は中に、えー、2年生がいます女の子で子供たちはお父さんの仕事を理解してくれてあやってますはいなんかいろんな話とかします子供たちいや 仕事の話なかなかできない長男はちょくちょくバイトは出てるんですけどああ現場に来てくれる、うん、はいあやっぱり最初に来た時はやっぱり<う>どんな感じですかおえ <laughs> やっとかもうすぐ頭パチン叩いて、うん、うんうんはい。臭いとか言ったら絶対だめ、ねうん、無言で無言で、はい、そっかポジティブな言葉なかなかまた言うのも <laughs> また雰囲気が悪くなったりするところもあったりするんですかね <laughs>、うん、なるほど いやお父さん、13年うそ,うそうですね、<laughs> 12、三3年になりますね、今、従業員、さっき5人って言ってましたね、国吉さん含めて人あ、僕含めて5人です、五人、うん、これから増やすあれはないんですかえっと、予定は今、ないですね、会社を2つ、今、会社の場所は沖縄市であ,であって、なんか、出張所とか。 なみたいなのは。まあ那覇には行きたいなと思ってるんですけど。うん。まあ何年か先には。那覇のな営業所を。営業所みたいな感じ。作って。はい。中部でやってて。うん。現場はどこが多いとかってあったりします。そんな関係ないですか。あもう関係ないですね。やっぱり口コミと。もう紹介とか。はい、その業者さんからの。実績。 実績なのか口コミなのか配偵探偵団に出て依頼増えたりとかありました、うん、あ依頼、うん、動画見ましたで連絡来る方もいるのであとそっかその厳しい現場以外厳しい現場で全部厳しいんで,だし,ょうでしょうけど人の命で関わらないお仕事とかっていうのだったら、はい、例えばゴミ屋敷の清掃とかそういったのも、うん、僕ら受けてるので普通に部屋の清掃除はい で掃除片付けと掃除と、うんえー、中によっては場合によってはあのリフォームリフォームも修繕もちっちゃい修繕とかだったらやってるのでちっちゃい修繕ってどんなのがあるんですか、まあ、あのカーテンレール書いたりとかあ壁ちょっと破けたから直してとかてう、うん、クロス直してとか<ー>そういったのも。 テレビが倒れてやったのとんで穴やいとか分からないけどボコっと穴いてるところなんですけどあれってどんねってなんですかあれ一回剥がして新しいのをはめるだけ簡単に言うと穴ですかうん穴はとても大きければ張り替えた方が早くてうんちっちゃいのちっいこれぐらいテレビの角が当たってねこれぐらいちょっとへこんでる感じこうやったらあの内側からテープっていうのがあるんですよそれを貼ってパテをやってあパテやるの またひたすら削ってなるほどそしたら木目のやつ、はい、同じような木目のに <laughs> プロの話頑張ってやってみよう <laughs> <laughs> 難しいですよね絶対ね難しいですよ簡単そうできないと思うんですけど、ね、あとカンカンとかペットボトルのゴミ屋敷があったじゃないですかあれは、まあ、分けて分けてあの本当にペットボトルが何千本ってありました、うん、あれなんであんなに あの、あのー、部屋はですね、はい、えとちょっと言葉を選びましょうね、日本の大手の会社の役員さんの、沖縄に出張で来られてる方のお部屋で,、はい、で、おそらくもう激務で忙しすぎて、ゴミを出しきれてなかったのか。あそっか滞在期間が ずっといる住んでるわけじゃないから、そのゴミ出しのあれができなかったりとか。っていうもでも、残ってるのがペットボトルだけだったんですよ。<ー>で、あと、空き缶ですね。同じ清涼飲料水。いや、いろんなの。なのコーヒーから。<ー>お水から、もう。じゃ生ゴミとか、そういうの生ゴミは。ないかったんですよ。何でかって言うと、多分、外で食事されて。いや、中でも水分中、水の中で飲み物だけ飲んで、ポイポイ,ポイで ほーちょっと変わってます。千本超えてなかったですね。大変でした。全部剥がして、ひたすら剥がして、分けて、潰して。手痛くなりました。なりました。大変ですよ僕あの僕あのイロハスを他のペあのミネルウォーターだと。 そんなにいな一杯飲めないんですけど、はい、エロハさいくらでも飲めるんですよ、はいはい、エロハさ上空で、買ったら車に乗った瞬間から全部剥がすんですよ、はい、で買うとき8本とか買うんで、はい、あの600ミリ、550ミリ、はいはい、1日4リッターぐらい今飲んでるんですけど、あ、うん、明日の分もないので、今日帰りながら買うんですけどね、はい、だから剥がすのも8本でも大変だけど、それ全部ペットボトルで剥がしたりとか、缶を潰します。 缶はもうそのまま入れます。で、そのもう産業廃棄,廃棄物として、あの一回保管して、うん、でペットボトルは潰せるのは潰して、硬いのはそのまま持ちキャップはまた分けて,て。いやー<数>大変だ。これでした。<laughs> それ以外になんか面白い現場というかなんか特殊な現場とかってあったりしますか、えー？特殊な現場というのはですね、えー、ベッドの下を開けると。はい。えー よろしいんですかね <laughs> まああの下着だらけ女性の下着だらけっていうのもありましたしこれは男性の部屋男性の部屋でこれは買われたものですかおそ,おそらくあのー、いただき物パクったのか何なか <laughs> <laughs> それはもう遺族には見せられないのでああ亡くなられた方の部屋でそうなんですよあとは あとはまたそれに付随しておもちゃがいっぱい出てきたりとかああそういうおもちゃか大人のおもちゃ、はい、そういうおもちゃですねはあ<ー>結構ありますでもあとは恨みつらみを書かれた衣装であったり、うん、もうそれも家族には見せれないのでああ自死なされた方とかとかの、うん、もうそれはもうすぐ処分ですねああなるほど、うん、その方に対しての言葉で、うん うん、その方から僕らに依頼が来てこれはもう見せられないのであなるほど、はい、依頼した方の文句が書かれてたそうですご兄弟だと思うのであ,のあるんですよ僕配達の仕事もしてたんですけど、はい、同じ繊維で住所一緒で、はい、枝盤どっちまでくて、はい、表札のもう上の名前しか書いてないから、はい、こっち側に投函したら クレムの電話がたあれ弟の家だから取りに来いって言って行ったらしたたかのなって言うから間違えるなと兄やのもまったいい連係みたいな感じだから兄弟だったら持って行けばいいし隣だったらと思ったけど先輩に聞いたら「あっち仲悪いわけよ」っあまじっすか」っていうのがあって僕もう名前一瞬で思いました何々さんと何々さん」絶対間違えない名前似てるじゃないですかまた兄弟あれ大変だった。 綾菜、えー、さん、キャー仕事の話をしてたので、こんなに時間が経ってしまった、キャキャしかも声が聞こえてない、キャンさん、あれこちらで聞こえてるので、スマホを再起動、あ,あそうか、はい、あのー、黒板マジックです、この綾菜さん、黒板に住んでて湿地であの、電波がおかしくなるんです、<laughs> <laughs> メールもう一つ来てるんで、あこれ、読んでないね、いや読んでみ,読みましょうね、コハグロのスティングさん、小西さんって、誰さん、こんばんは。 えー、踊りの経験ゼロラジオネーム名古屋のアシストダンサーズでございます。沖縄へ、ね、名古屋の方なんですけど、はい、沖縄へお邪魔するときに旅行の準備をするときに大抵忘れ物をします。 先日もスマホの充電アダプターを忘れました結局国際通りにあるドンキで購入しましたねまた準備したものがなかったこともありました、うん、これも沖縄へお邪魔するときにレーダー探知機を持ってくるのですがシガーライターケーブルを忘れたんです、えーえー、この方あの電波ビッチ <laughs> じゃない <laughs> 電波が好きで、はい、えっとアンテナの写真を撮って、はい 眺めたりするらしいんですよ<ー>なんかね<ー>そういうのがし<ー>趣味なんです電波<ー>の 強弱を調べる機械だとレーダー探知機とかな<ー>だと思います。えこの時は浦姓のメイクマン行ってケーブルやコネクターとハンダコで購入して旅行でハンダコで被ってどういうこと？<laughs> えケーブル自作しましたよということいや本当準備不足に反省です。えコアグラのスティングさんは恐れるものされますかということで。はい僕はあの大阪に旅行に行った時に行くってなった時にチケットを購入してはい。はい ネットでで初めて買ったんですよ、はい、で現金を入れないで購入済みだと思ってたんですけど、はい、当日なってチェックしたら購入できてなくて慌ててツイッターにそれ書いたらこのダンサーさんに助けてもらって<ー>代わりに買ってもらって<ー>後でお金をお返しするっていうその説をお世話になりました<ー> <laughs> いつもすみませんありがとうございます。す ささあ、あ、ん、今後の…違う、もう一つ聞こうと思ってたんだ、今日、あのフェイスブックでね、国吉さんの記事をの今日ゲストで出るていうことで、シェアした方が、食糧支援をやってるっていうことを書いてたんですけど、あれ、ちょっとその件の少しも、話も。これはですね、えっと、今、えっと、どういこうか、ミサギノワンの書かずに、えっと、バルナ。 バルーナバルバルーナバル何だったかいいでしょよく知らないでそこ食料支援で食料とか生活困ってる方に協会なんですけどああなるほどそこからそこに僕が沖縄市の方からヘルプ沖っていうところからヘルプ沖ヘルプ沖縄そこから支部になってるのではい そこに僕がもう毎月トラックであ、くんじさんのトラックで運んでる運んでるんですよ、はいなるほどあの、FM 技能湾でもあの、技能湾市の社協さんとタッグを組んでアジナガプロジェクトっていうのをやっててはいはご存知ですかはい、知ってます、知ってますで、こっちが窓口になってるんですよあの食料とか、そののあおもちゃとか文房具の受付窓口が FM 技能湾になってるのではははいいいで、自分、最近やってないんです忘れてたなそろそろやらんとなあの、おもちゃとかお菓子を皆さん いいらないのがあったら F ・ミギナーを持ってきてもらえれば社協さんで預けて社協さんからそれぞれ必要なご家庭に分配するっていうのをずっとやってますのでえぜひ皆さんご協力お願いします例、はい、えばこの食料支援でんか皆さんのお願いとかっみんなに協力してほしいこととかってあったりしまああのこの窓口が結構あると思うので僕が今行ってるところに欠かずにもあって。 そこにも直接持っていけるので今はあの僕が沖縄市の方から宜野湾に運んでるんで <はい S 2> もしその過程でフードロスとかまあ例えばなんですけどあれば直接持って行っても大丈夫なのでいろんな方がいろんなその食料支援をずっとやってたりとかってする方がいてこちらで FM 宜野湾で事前,前番組持ってたえっとあな さっていう方がいてこの方はバンドもやってるんですけど年に2回盆と正月にそのライブチャージをお歳暮お中元持ってこいだわけでそこでライブして集まった食料を子ども食堂に寄付するっていうのをってる方がいてちょっとこれも面白いなと思ってライブチャージを現物っていうの面白いなと思ってそういうのもちょっと協力したこともいつだあったりとか。 いろんな方がいろんなその今ねあの協力する方が増えてきてるしなんかまだ,まだどっか気持ちあるけどやったことないよっていう方は「バルーナバル」はい。はえっ、ー、とですね、はいあのー、ギルマンの書か,かずにお墓の三国さんがあるので、はい、そこに行きます三国さん訪ねれば窓口というか、うんはい、紹介して頂いて。はい つないでもらえる。同じ敷地にあるんで敷地になる。あ、なるほど。そこにも食べ物持っていける。持っていけば、はい、受け取ってくれると思うので。ああ、ぜひ。あ、ランドさん、県外から送りた、あ、もう、もう、県外から送ってください。もう、ぜひ。ババルルナありがとうございます。え、あの、メイク、あ、メイクマンじゃ、メイクマンって書いてる。メクマじゃ。あの、皮膚水場じゃね、エフエム右側に。あの、郵送で送っても。あの、引き継ぎはずなので、ぜひ皆さん。ご協力してください。自分も、あの、牛乳の配達。 あの訪問販売とか宅配がメインで仕事してるんですけど 2>、はい、週2回あの子ども食堂に直接あの週2回届けて、うん、牛乳をさし上げたりとかしてるので何、うんうん、か,かしらねみんなでできる分とか、うん、あとタコライスラバーズのミライチケットとかうん、うん、もうご存知ですかえや、それはちょっとあのー、タコス、うん、タコライスのお店から最初スタートしたんですけどその方は。はいえー、本人が 金の出身で、うん、昔貧乏で食べ物がなくて盗んだりとていうかあの万引きとかしたこともあるという方だったんですけど、うんうん、そ,そういうのをみんなひもじいからやるんでそのひもじいのをなくそうということで、うんえー、タコライスラバーズっていう NPO 法人作ってあ一般社団法人を作って、うん、そこのチラシとかあのぶりがある協力店で。うん 一食200円から300円の子供用の一食のメニューを作ってもらってそれをお客さんがお釣りで買うとチケット例えば「きじむな」っていうタコライス屋さんがあってそこで一枚200円のチケットを大人が買うんですで買うとチケットがマグネット式になっててそれを店のレジカウンターにあるホワイトボードに貼るんですねでそれを今度は子供たちが来て勝手に取って無料で食べれるっていうのをやってるので こか見たことありませんあれはだから店によってこのタコライスラバーズって名前で始まってるんですけどタコライス以外でも、うん、タコライス以外の沖縄そば屋さんとか、うん、居酒屋さんでお昼ランチやってるお店とかも協力してる店舗もあったりするので今その協力店も集まってたりするのでうん、うん、ぜひ皆さん協力してもらいたいなと思いますねマスターの今夜の髪とかは髪がか,かってるなどの髪に関わるの 今日噛んでないよ、<laughs> 本当に <laughs>、あのー、国枝さん、あと10分まだあるんですけど何か皆さんになんか面白い話とかなんか話したいこととかってあったりしますエピソードで話今日準備した中で話してないのがあるよとかちょっと確認しましょうね。あればぜひ。えーっと、何かありましたかね明日も現場ありますかありますよ。明日は、はい、あはどこって聞かない方がいいな。えー、明日は,ど,明日はどんな内容ですか、えー、近くです。近くで清掃 はい、特殊清掃。あ、特殊清掃。はい、続きですね。ああ、なるほど。うん、やっぱり、コロナ禍で、やっぱり増えたりしてますか。あのその、増え、消毒以外の。特殊清掃増えてると思います。あの、自身の方もいらっしゃるので。あ、やっぱり。少なくないんですね。うん、そうですね。この、不況。 不況もあるし、やっぱり精神的に来てる方も、うん、まあちょっともう理由はもう分からないんですか僕も、うんうん、確実に数は増えてますね。なるほど、どそれについてどういうふうに思ったりします、国枝さんの立場でというか。えっとですね、僕ら立場としたら、うんあのー、今、活動しているのが、うん、今もお亡くなりになって連絡が来ていくっていう作業になってるんですね。はいで でもその前にその方たちとか孤独死をされるまあ,あの独居の老人さんとかお一人で暮らされてる方とかに向けての自治会とかにあの僕らあの講演会活動をしてまして、うんうんうん、あそうですね講演会活動をやられてましたはい、はい、それをちょっと今力入れていこうかっていう話であの進めまして今えー、っと 浦添宜野湾沖縄市で今、講演会させていただいてこれ、えー、自治体に自治会に行って講演会をする、うん、ああのそうですね、その,辺のえっ、ー、の自治会の方もいらっしゃれば、包括支援センターの方とか、はい、お集まりになっていただいて、はい、で今月、あ三3月かな、今度、那覇市の方で。はい やる予定になっててです那覇市どちらでやるんですか那覇市まだ場所はちょっとまだ決まっていリモートになるのか、はい、あそっかそっか今リモートもあったりするんですね沖縄市の方がリモートだったのでどういった話をされるんですかやっぱりこの仕事を通して、うん、あのさっき話したみたいに、うん、しばらく会ってない方に声かけしてください声かけしましょうとかこのやっぱり包括の方も 一人で何人もかつ見てると思うのでもう目がい行き届かないっていうこと思うんですよ今<れ>民生員の方をやる方も少なくなってるし、うん、そ,でそれとまた反比例してその孤独を,を背負ってる方も増える、うん、独居老人とか一人暮らしの高齢の方まあ若高齢じゃない方も増えてきて仕事がなかったり食べるのなかったりとかっていう方もいた,す、ね、いたりするかもっていうことですね。 把握できてなくてもあの、うん、この引きこもってる方をもういかに外に出すか、うん、もう本当に声かけで先ほど言ったんですけど声かけ電話1本で救える命があるんじゃないかっていうことでも、うん、テーマではないんですけど、うん、なるほどそういう活動を今孤独死の前ですねその現場その孤,独した孤独死の後の現場をしながら、うん、現場で仕事をし,しながら。 やっぱり思うのはやっぱりそこに気持ちが生きてるうちじゃないとうそうですね,、うん、ですね死んでしまったらもう何もならないのでですよね、うん、もう今だったらあの先ほどお話ししたあの若い十数年前の若い女性の方の電話、うん、今かかってきたら本当にうちの事務所き来なさい話し,しましょう,、うん、うどこまでも行くよとい,いけると思うので、うん、どなとにかく声かけて、うん。 何してるのでいいと思うのでうん、うん、そういう一本電話で救える命あると思います。そうですね,、うん、ですねはい あと最近ちょっと今思ったんですけど、はい、SNS が今こんだけ発達してて、はい、結構皆さん気軽に SNS で声かけ合ったりとかできるじゃないですか中には、えー、ちょっとその個人的な関わりが面倒くさいと思ってて、うん、DM 来ても無視したりとかもしかするとその中に SOS もあるかもしれないってことですねあ,す、うん、あると思いますねでその辺は普段から、うん、アンテナ張ってないと気づかなかったりすると思うのでうん、うん、その辺もまた 面倒くさがらずにちょっと文章いつもと違うと思ったら直接連絡取らなくてもこの方が発信してる別の,別のコメントを読んでみるとかというのはありですね。ありますね。誰かが気にかけないと,いうとですねで自分がもしかしたら気にかける自分自身が何かの,このストッパーになるかもしれないということですよね。そうなんですよ何かのきっかけにもなると思うのでもう自分自身がその方を救うかもしれない。な,なるほど はい、ということです、皆さん。はい、<laughs> えっと、綾菜さん、私も一人暮らしだからその準備をした方がいいかもねということで、そうですね、うん、僕も、ね、頑張ろう。えっと、最後のメールいきましょうか。えー、ちょっと長いですよ。あ待ってよ、その前に、少しちょっと水番の,このさ、僕の番組、最後にあのめんどくさいメールが、<laughs> 最後にめんどくさいメール。<laughs> <laughs> あのね <laughs> いやこの内容でよくこのール送ってきたなということで長文が来てるんですよはい <laughs> えっと読みましょうね <laughs> はーいチャリンチャリンチャリン皮膚 e f u m e マスター僕義馬ですよそして今夜もバッチリ大きいジラーの皮膚 f ーさんって感じでうまさんよってバーオープンしていますねそれにしても今日のテーマ準備といえば今の皮膚 f ーさんにぴったりのテーマですね 俺、ヒーフーミーよ。年末から年始にかけて立て続けに近頃まで甘ーにクマにぶつかってきたけど、体重計に乗った瞬間、俺ヒーフーミーの中にもう一人のヒーフーミーが頭に浮かんできて、<laughs> 俺はもう一人のヒーフーミーに言われたよヒーフーミー ダイエットしないとこれきっかけに立て続けにいいことを起こしていこうぜ誰にも真似できない、どこの場を探しても皮膚水場が一番だなだからよだからさ順に順によ俺皮膚水ダイエット始めたからよ見とけよじゃあ痩せるよイエーイ以上です。 意味わからんでしょ <laughs> 最高なんですよ。かんぽいさん面倒くさいけど面白いメールだけどターゲットが伯さんじゃなくてひいふみさんになってる。順二はや介な人の目をつけられたなひいふみさんそうの。そうなんですよ。ギマさんのコーナー1ね今日は <laughs> そんな感じで <laughs> <laughs> 終わりますけど <laughs> 最後に皆さんにあそのあのお知らせというか何かある,あるとしたら。うん 何がありますかあるとしたら、さっきの話、さっきの食料なんかもありますし、あと特殊清掃というそういう仕事もありますよと、廃材探偵団、第3弾が出ますので、近々配信されますので、ちなみに喋れる範囲でいいんですか、今度、どんんなな現場ですこの現場はですね、コロナ関連ですね、ああ、なるほど。でも人が人を支えている、テーマで。 だそうですぜひ皆さん、はい、ご期待くださいチャンネル登録してください <laughs> YouTube とかやらないんですか YouTube やってないんですよで言,わ言われたりしませんそそろそろ始めたらっていうのは言われてます、うん、あの YouTube やろうとすると、はい、登録者数に皆さんちょっとあのなんて言うんですか、ね、足かせなって、うん、なんか二の足踏んだりとかって気になったり、うん、すると思うんですけど、うん、TikTok で、はい、あの 仕分けしてるところの早送、はい、りがいそうとかあれを TikTok に上げるだけでもいいと思うんですよ、はい、その仕事の周知、うん、こういう仕事がありますよってもしかするとさっきの最初に話した女性の話に繋がるじゃないですか、うんうん、そういうのを見たいあ、私が死んだ後にこの人たちに片付けてくれる方がこういう,こう,いう仕事があるんだっていうことでうん、うん、もしかすると、また、ね、そういうい何かの助けになる可能性もあるじゃないですか。そうですね ちょっで若い人に相談してみます。難しくないです。僕ちょっと疎いんで。TikTok は難しくないと思います。本当に数秒の動画をちらっと載せるだけで、あ何この会社っていうのでちょっと検索してるとかあるかもしれないので、ちょっとやってみます。挑戦今 TikTok はあの昔踊るだけの動画だったんですけど、今ハウツーも見れたりとか、あの告知のあのその宣伝の窓口にもなったりしているので、利用の仕方だと思います。ぜひ。 はいさあえヒフミズバ今日はですねえ沖縄特殊清掃遺品整理社ビゴラスクリーナーズの代表国吉義人さんに来ていただきましたけれども国吉さんいかがでしたあもう楽しかったですあのねちょっと難しい話とかもなかなかあれだったんですけどまた読んでいただきあぜひすぐ来ますんで趣味ってあります趣味はですねはい野球ですかね。 <や><あ>野球やってちょっと野球やってるはい、少年野球の監督もやってましてあどこのですかえー、学校ベイティスアジア僕学校が大丈夫だったら<ー>全然大丈夫です北見小学校です、はあ、チャタンのあ,、えー、あ北見 a 海はどこ、えー、沖,沖縄市ですあ,あそっか沖縄市広いんですよ皆さん本当に <laughs>、えー、なるほど北見小学校で、えー 少年野球の監督もされながら、はい、子供たちかわいいでしょでかわいいですねもう楽しいですねもういいねーワンワンの香りさん今日はいろいろな話聞いてよかったお疲れ様でしたと来てますありがとうございます香り,りありがとうえっとですね「ひふみずば」のねミュージックファイルがちょっとおかしなことになってね エンディングテーマが出て咲かせないのでそのまま終わりました、えー、本日はえ皆さんご来店ありがとうございました暑三十秒で終わります藤井さん今日はどうもありがとうございました、えー、ありがとうございますまた来週も皮膚みずば9時からオープンするのでぜひ皆さんご来店ください今日はどうもありがとうございました、うん、ということでとこれがエンディングテーマになりますご来店また来店よろよろしくお願いしますありがとうございます藤さんありがとうございましたありがとうございますありがとうございましたありがとうございます すみません、僕ベロベロベロずっと。ええ遊んでます。もう話しやすかった、ね。<laughs> もう本当に助かります。<laughs> そう言ってるいやもう本当にね、<laughs> あのお疲れ様しました。ありがとうございました。えー、こういう2時間ですと本当に <laughs> あのぜひまたいろんな番組とかでは <laughs> こんな話も皆さんに聞か聞いていただけたらなと思いますね。すねはい。失りたいです。 ありがとうございます。はい、であと次のの番組の方もも、はい、さんどううありがとうございまししたた疲れ様で